マリーナ・ニコラー・イエフナ・オズワルド・ポーターは、第35代、アメリカ合衆国大統領ジョン・カイ・ケネディアン殺犯と、される、リー・ハービー・オズワルドの未亡人。ソビエート連邦出身で、アメリカ合衆国へ帰化している。旧姓はプルサコワ。オズワルドが、ソビエト連邦へ一時亡命していた際に結婚し、彼の帰国に伴って、アメリカ合衆国へ移住した。夫が引き起こしたとされる。 ケネリィ大統領暗殺事件には関与しておらず、暗殺事件とオズワルドの死から2年後に再婚している。彼女はマリーナ・ニコラー・イフナ・プルサコワとして、ソビエト連邦の北西部に位置するアルハンゲリスク州、モロトフスクで生まれた。ウォーレニ委員会報告書に掲載された1963年12月の聴取によると、幼いうちにモロトフスクから州都アルハンゲリスクへ移って、 7歳まで祖父母と暮らし、その後ズグリサで暮らしていた、実母、ボ、ケフのもとへ移った。1952年には、一家で、レニングラードへ移り、薬学を学んで1959年6月に、薬剤師資格を取得した。その後ソビエト連邦内務省の大佐だった叔父のイリア、プルサコフを頼って、ミンスクへ移っている。彼女が、リー・ハービー・オズワルドと出会ったのは、 1961年3月17日に開かれたダンスの場であった。出会って6週後には結婚し、翌年には長女ジューンリーが生まれている。1962年6月、一家はアメリカ合衆国へと移り、テキサス州ダラスに今日構える。1963年2月のパーティーで夫妻の生活を支援していたジョージとモーレンシュルトから、 ロシア語の生徒となるクエーカーの女性ルースペインを紹介された。マリーナが自宅前で夫リーを撮影したもの。ケネディ暗殺事件後、彼の政治的背景を示す写真として大々的に用いられる1963年1月、オズワルドは通販でスミスウェッソン社製の38口径回転式拳銃を購入し、続く3月には、 マンディヒャーカルのライフルを購入した。マリーナが後に、ウォーレン委員会で証言したところによると、この月遅く、夫が黒い服を着て、カルカノのライフルを持ち、ザ・ミリタント氏の記事を片手に写る写真を撮影したのだという。これらの写真は、オズワルドの裏庭の写真バックヤードフォトスとして、広く知られるようになるが、陰謀論者には、写真がフェイクだと主張する者も,もいる。 一連の写真は後に、ペイン家のガレージで発見されたが、一枚だけはこれよりも、前に、ジョージ・ド・モーレンシュルトの手に渡っていた。ド・モーレンシュルトに渡された写真は、オズワルド直筆で、サインが入れられ、ファシストのカリュード、ハ,ハハハ、ハンター・オブ・ファシスツ、ハハハ,ハ、ハ,ハ、という文章を、マリーナがロシア語に翻訳したものが書き込まれた。1963年4月、 マリーナは娘と共にルース・ペインの家へと移る。オズワルドはダラスで別室を沈借し、1963年の夏には一時期ニューオーリンズへと移っている。彼は10月初めにダラスへ戻り、その後ダラス近郊のオーク・クリフにある下宿の一室へ引っ越した。ペインが隣人からテキサス教科書倉庫での勤め口を聞きつけ、 オズワルドは1963年10月16日から生頓業務にあたるようになる。10月20日にはオズワルド夫妻の次女となるオードリー・マリーナ・ナレーチル・オズワルドが生まれた。オズワルドは平日オーク・クリフで暮らし、週末になるとアービングにあったペインの自宅にやってきては妻と過ごしていた。この生活はオズワルドがケネディアン殺犯として逮捕されるまで続いた。 彼女はメディアの報道でケネディ大統領暗殺の一報を知りその後同じようにして夫の逮捕も知ることになる同じ日の昼ダラス警察の刑事がペイン家を訪れマリーナへ夫がライフルを持っていたかどうか尋ねた彼女は夫がブランケットで包んでライフルを保管していたはずのガレージをジェスチャーで差し示したがライフルは見つからなかったマリーナはその後 イペイン家とダラス警察本部で尋問を受け、ケネディ大統領暗殺と、ダラス警察の警官、JDT ピットの死に、夫が関与していたかどうか尋ねられた。ケネディ大統領暗殺から2日後、ダラス警察から、軍刑務所に移送予定だった夫のオズワルドが、ジャックルビーに射殺される。マリーナは22歳で未亡人となった。ケネディ大統領暗殺事件、引き続く、夫の逮捕後。 マリーナは、ウォーレン委員会前の証言を終えるまで、アメリカ合衆国シークレットサービスの警護を受けた。彼女は、委員会前に、全4回の証言を行っている。マリーナの証人としての信用性については、ウォーレン委員会の最中も、幾度となく疑問符が付けられたが、中でも、エドウィン・ウォーカー元将軍暗殺未遂事件に関する、証言。 そして、夫がリチャード・ニクソンの暗殺を計画していたという主張では、証言の信用性が特に議論された。マリーナは証言の中で、夫の有罪を確信していると述べ、1978年にアメリカ合衆国会暗殺調査委員会が開かれるまで同様の意見を繰り返し述べていた。ケネリィ大統領暗殺事件後も、当初マリーナはダラスへ泊まった。 ウィリアム・マンチェスターのザ・デス・オブ・プレジデントでは次のように綴られている。マリー・ティピット・オズワルドが逃走中に射殺した警官、J.D. ティピットの妻とマリーナ・オズワルドの苦境はアメリカの寛大さに訴えかけた。郵便配達カバンいくつもの小切手と現金が彼女たちに届けられたのである。ティピット夫人は自分自身を見事に操った。 中力マリーナはもっと色鮮やかなキャリアを築いた。7万ドルの寄付をもとに彼女は大勢のビジネスエージェントと契約した。夫が書いたロシア語の日記は2万ドルをもたらし彼がマンリヒャーカルのカーウィン銃ケネディ暗殺にしようと目されたオズワルドのライフルを持った写真は5000ドルとなった。次に彼女は銃そのものを求めオズワルドが死んだので証拠にはなり得ないのだと主張した。 記念品として欲しがった、デンバーの油田持ちが、彼女に1万ドルの頭金、D の元の資産からすれば49,900%の利益を支払い、所有権をめぐって、カッツェンバックを訴えた。1966年始め、連邦裁判所は訴えを棄却した。この秋遅く、司法省は C2766、ライフルのシリアル番号を取得した。 マリーナはずっと前にお金を使い果たしてしまっていた。富と共に彼女は機動性を身につけた。当初、彼女は報道機関に対して自分の人生を突き動かす。最も強い力は子供たちの父親に対する愛なのだと語っていた。彼女の望みはただ一つ彼の墓のそばで暮らすことだったのだ。これはすぐに変わってしまった。まず彼女はミシガン大学へ進学した。 ダラスへ戻ってエアコン付きの家を買い、ニーマン・マーカスの服が入った衣装をダンス、プライベート・クラブ、ミュージック・ボックスの会員形を購入した。チェーンスモーカーになり、ウォッカーをストレートで煽るようになった。ミュージック・ボックスでは多くのロマンスを紡いだ。そして1965年、フェイト、英語の運命と同じスペルというテキサスの街で、ジューン・ブライドとなったオズワルドの死から2年後、 彼女はケネス・ジェス・ポーターと再婚し、息子を設けている。ポーターは二度の離婚歴がある、ドラッグレーサーで、結婚の11週後には看護区域となっている。彼女は夫の家庭内暴力を訴えたが、治安判事が二人の寄りを戻したという。1970年代半ば、彼女はロックウォールへ転居した。1989年には、 アメリカ合衆国の市民権を取得した。ケネディ暗殺にまつわる多くのドキュメンタリーで彼女の名前に言及される。当初こそ夫の有罪を確信していたものの、マリーナは次第にケネディ暗殺に関してオズワルドは無罪だと考えるようになったという。2013年にはオズワルドがつけていた結婚指輪をオークションへ出品し、10万8000ドルで落札された。 ありがとうございます。